どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたスティルスランというゲームやっていこうと思います。なんか竹馬の棒がめちゃくちゃ長くなってる感じの広告やったんですけど、こんな感じね。なるほど。タップしてる間ニュキーと前に進むよーと。なんかバランス取るとか特にないですね。タップして離してタップして離してっていう。なるほど。で、これどんだけ登れるかっていう。はいはいはい。まあ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 、一発でどんなゲームか把握できましたが、広告で見たようななんかこう竹馬が長くなるみたいなのはなかったですね。まあチュートリアル、育成の要素ありか。なるほど。初期長さを長くしました。あった、あのプラス取ると長くなる。そういうことですね。オッケーオッケーオッケー。で長くないとここは超えられませんよみたいな。危ねえ。いいっすね。なんかいろいろギミックもある感じで、これはちょっと久しぶりになんか期待できそうなクソゲーって感じですね。はいはいはい。これ登ったらどうなるのかも気になるし。いいですね。なんか久しぶりにちょっと期待の持てるクソゲーの滑り出しって感じですね。OK、ということで、これで広告は流れない。いいね。いいぞ。なんでしょうね、クソゲーってさ、だいたい毎ステージ広告が出るようなゲームばっかりなんですけど、1,2 ステージは広告出ねえっていう。なんだろう、最初だけこの甘い蜜を吸わせるみたいな。なんかその戦略嫌ですよね。いやちょっと待って、マジで上見てえな早く。どんどん行こう。なんかプラスがめっちゃ出ない。毎回広告か。ごめんなさい、そう忘れてた。俺ちょっと今飛行機乗ってるので、機内モードで遊んでいきます。マナーですからねこれは。徐々にですね、障害物的なものが増えてきて足が長くはなるんですが、壁とかにぶつかると折れちゃうよっていう、なんかポッキーぐらいの硬さですね。この竹馬意外と脆い。ちょっとなんか当たるとポキポキ折れます。なので、長くした分なんかこの障害物で壊れるぞみたいな、まあそんな感じですかね。でゴールした後、これ結構今回いけそう。おお、いいね、結構いくぞ。おお、いいねいいねいいね、結構進んでる。果てが見えた。3倍がマックスか。なるほど。でボーナスジェムがいっぱいもらえますよみたいな感じか。なるほど。登り切ったらどうなるのかの謎は1個解けましたね。今回ちょっとジェム多く取れたんで3倍で広告見ていきましょう。はい。ちょっと待って、何コンペティティオン対戦、ちょっと待って、急に対戦ゲームなったぞ。まさかの、つうか俺今もうごめんなさい、機内モードで遊んでいるので対人戦でないことだけは間違いないです。じゃなくてオフラインで対戦、オンライン対戦ができる神ゲーということが証明されました。ミスりようがないので、これは余裕で勝ちですね。勝ったどうかなんのかな。何の急に対戦になったから、こっからずっと対戦なのか、このステージだけなのか、あのステージだ。なるほど、上のゲージ10個進むと VS って書いてあるから、10ステージ進むごとにボスバトルみたいな感じになるよってことですね。OK、完全にゲームシステムを把握できたところで、がっちりちょっとレベル100ぐらいまでやって、どれぐらいまで難しくなるのか。はたまた広告で見たときはめちゃくちゃ足長くなってたんで、本当にそんな風になるのか、その辺含めちょっといろいろ検証していこうと思います。さあ、ということでここから10倍速でお届けします。ギミックがですね結構いろいろあって、なんか道端にガム落ちてて、なんかニュールーってこう伸びて遅くなったりだとか、溶岩の床があって、溶岩のところに一定時間あると竹馬がちょこちょこ折れていくとか、結構ねなんか難しくしていく感じ、ちょっとずつ難しくなってくる感じは、あったので全然飽きずにはやれましたね。ただ初期
竹馬の長さをどんだけ上げたところで、結局はステージにどんだけプラスが落ちてるかっていうのでしか、あの最後のね3倍の果てのところまでいけないので、初期の長さあんま関係なくねっていうのが、正直なところでしたね。なので育成の要素はまあおまけ程度っていう感じでした。本当に、ステージにプラスがいっぱいあるステージならば一番上まで登れるけどみたいな、まあそんな感じですね。はい、今レベル60超えたところなんですが、初期竹馬の長さが今9です。で10に上げるにはいくら必要なのかが全くわからないんですけど、ずっと広告見るボタンになってるからね。今3キロ溜まってるんですけど、3キロだとまだダメだよと。でこのゲームわかりますかね、今このステージでゲットしたダイヤの数がまあ20とか30とかなんですけど、まあうまくいって100ぐらいなんですよ。うまくいって100ぐらいのものをめちゃくちゃ貯めないと、レベルが上がらないので、本当に。で初期竹馬がどんだけ長くても結局この折れたりなんだかんだで、終盤にどんだけプラスの方が落ちてるか次第でいけるかどうかが決まるんですよ。なのであんまりマジで意味ね、育成に希望がないっていうのがちょっとなえるポイントですかね。これ広告見ない限り 100も増えないんですよ。とりあえずボスバトルですけども、3、2、1の時にもう3の時点で動き出せるということが分かって、3、2、1、5の意味あるかねっていう、これもう動けるんですよ。なので元からもうコンピューターに負けることはないんですけど、圧倒的なフライングが可能っていうね、これはちょっと斬新なシステムで面白いなと思いましたけど、ただなんでしょう、ステージ自体がね、なんかもうちょっと難しくなるのかなとか、なんかこの床が動くやつとかも序盤出てきてたんですけど、もうそれもなくなってきて、なんでしょう、ちょっと難易度高くなってくるかなと思ってたけど、どうやら子供向けのゲームなんじゃないかなっていう感じになってきました。まあそうですね、あってこんぐらいの難易度っていう感じです。で、あの竹馬の動くスピードが非常に遅いし、地面にこうポインターがちゃんとご丁寧についてるので、まあなんでしょう、ミスることはほぼないですね。で一ステージもまあ短いので、割と子供に向けたゲームなのかなっていう、そんな感じですね。まあもうちょい続けますけどね。まあボーナスステージでこの感じなので、多分これぐらいが棒の長さの限界っぽいですね。あの主人公が見えなくなるほどでかくはならないっていう感じです。多分これが今最長ぐらいじゃねえかな。もう2歩で、3歩で、大体ゴール。ただもう今ゴールした感動なんかももう全くないしな。とりあえずもう今消化試合感が否めないです。なんかどういう難しいギミック出るんだいみたいなのがないからね。あ、こいつに負けたらどうなるかまだ見てないので、ちょっと一回負けてみようかな。ゆっくりおちょちょちょ走りしようか。連打もうタップタップランと間違えてるやつ。あとここは死ぬんでちゃんとやるけど、こう、ちょっと待って、このゲーム死ぬとかあんの？ちょっと待って、知らんかった。このゲームちゃんと歩けなかったら死ぬんすね。あ、ちょっとごめんなさい、全然知らんかった。あ、ちょっとスリルが出てきた。ちょっととりあえずフライングおちょちょちょで勝てるかどうか。ちょっとここはちゃんとやる、ここはちゃんとやらないと。よいしょ。ここからおちょちょちょしながら勝てるかどうか頑張れ。タップタップランと思ったらちょっと楽しい。ちょっとここはちゃんとやらないとダメ。ちょっと待って、これはもう最後、最後は無理だな。おちょちょちょできないね。まあ、なんだ、このゲーム死ぬとかいう概念がありました。あ、4000で上がった。さあ、長さ10になったけど、マジでだから何ですね。変わらんのよ。初期が長いからどうこうがあんまりないのよ、このゲームは。はい、特になんかものすごい変化があるわけでもなく、レベル100までやってきました。
どうでしょう、まあ暇つぶしで遊ぶにはまあ悪くないゲームかなとは思いますが、そうだね、それこそコンピューターがめっちゃ強いとか、そういうのがあればなんかこう対戦として楽しかったりもするかもしれないですけど、まあ、こんな感じでした。あとはまあちょっとダイヤめっちゃ溜まったんでスキンだけちょっと見ときますか。YMCA やってないこいつまあまあいいわ。竹馬、ガチャ回したら勝手にガイガイなってルーレットで止まりますよと。あれこの動きあれじゃない、なんかフォートバトルコードナイトの主人公と一緒の動きしてる。これなんだっけ、いや確かフォートバトルコードナイトだと。 YMCA が流行っている、この世界で YMCA が流行ってる。いやいや完全にじゃん、なんで、あーこいつなんかいろんな動きあるな。フォートナイトの人ってなんかこんな動きしてなかったっけ、あんまりわからんけど、まあいいや、もうちょい見てみよう。YMCA! 西城秀樹ブームがなんか起こっておりますね。なんだこれ。ということで、まあ、最後のおまけも楽しんだことで、今日はスティルスランというゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんもぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。